こんにちは、東進 TV です。今回は東洋大学国際観光学部をご紹介します。近年ますます注目を集める観光業界、新しい観光を作る実践的な学びとは。先生と東洋大生にお話を伺いました。旅行の企画論とか、それから観光マーケティングとか、そういったものを担当しています。特に旅行企画論なんかですと、観光地と一緒にどういう商品を作っていくかっていうことを、地域の方たちと一緒になってどういう、観光客が呼べるかとか、そういったことを考えていくようなものですので、かなり幅の広い勉強を教えていることになると思います。物資型企画旅行演習といってパッケージツアーを勉強する授業があるんですけれども、いろんなその旅行会社の実際に企画をやってらっしゃる方たちに来ていただいて、企画の極意みたいなものを教えていただいたりとか、そういった座学を勉強した上で実際にそのパッケージツアーの研修旅行に行くっていうような、すごく実践の部分も多いとともに、理論もきちんとやるっていうのが、国際観光学部のやっぱりすごいところかなというふうに私は思ってます。研修旅行って本当にたくさんあって、海外に行く研修もありますし、 CA さんの実際の訓練みたいなものを体験してみるっていうようなテーマがあったりとか、本当に数えきれないくらいの研修旅行が あります。観光ですごくいろんな勉強をしなければいけなくて大変なんですけれども、すごく面白い学問だと思いますし、観光業もますますこれから発展していくような業種なんですね。なので本当になんか一緒に勉強して、これから観光を盛り上げていけたらいいかなというふうに思っています。国際観光学部、日本で一番観光を学べる大学だと僕は思ってます。はい、入るまでは旅行業っていうと、その本当にツアーを作るだけだと自分の中でも思ってたんですけど、入ってみないとわからないってことがいっぱいありますし、でそれを知ったところで、大学の中にいるといろんな専門家の先生がいるので、それをさらに深掘りできるっていうのがこの東洋大学国際観光学部の魅力かなと思ってます。はい、でも一番印象に残ってる授業は、やっぱ先ほど先生も言ってたんですけど、2年生の時に受けられる募集型企画旅行演習っていう授業がありまして、私は大阪の研修に参加したんですけれども、見えない部分でこういうことをしてるからこそお客さんと学んでつながるんだなっていうのを、実際の現場でそれを感じることができたので、それがすごく印象に残っている授業ですね。努力して全部が全部報われるわけではないと思います。ただその努力っていうのは巡り巡って絶対に自分の糧になって、受験勉強とかやってていつこんなの役に立つんだろうって思ってたことも、大学3年とかになっても未だにそれが生きる時が来るので、いずれ何かこう自分がやりたいことを見つけるために楽しく勉強してもらえればなと